スーパーカータクシー第3弾6弾になっちゃってる。かわいい。どうもご無沙汰しております、箱部進むでございます。今回のスーパーカータクシーはですね、いつもはですね、私が勝手に乗せていくというスタイルなんですけども、今回初めて芸者でございます。お呼ばれいたしました。はい、はい、ご相談があるということで、どうか乗せてほしいというある芸人の方なんですけども、まあ別にいいかということでお迎えに上がろうかなと思っております。かの M1 に出場されている方だという、伺っております。はい、今回のお車さん、ロールのスロイスさんですね。ロールのスロイス、はい、もうこれなってますけど、先頭がパーフェクトヒューマン、先頭がパーフェクトヒューマンになっておりますけどもね。ロールのスロイスさんには私乗ったことが一度もございませんので、ちょっと今回ちょっとね、電車が通ってますね。ちょっと待ちますか。ロールのスロイスさん、前面が長いですからですね、すごい、ちょっと今回ちょっと運転ドキドキしておりますけども、早速行きたいと思います。レッツラゴー。この辺りにですね、来てくれというふう、あれですかね、これですね、あ、手振ってますね。ちょっと誰ですか。あ、どうもどうも、箱部さん。え、箱部さんですよ。YouTube 出てる。ごめんなさい、M1 出場の芸人さんというふうに伺ったんですけども、はいはい、そういうふうなお申し込みでしたよね。はい、そうです。ちょっとわかりません。失礼します。いや、失礼しますよ。じゃあ、箱部さん。ちょっと、箱部さん。違うんですよ、箱部さん。箱部さん、確認しましたよね。ちょっと、はいはい、昔のバラエティみたいになってますけど、これ。はい、なんちょっと。はいはいはい。違う、箱部さん。いや、僕なんですよ。はい、4段僕なんですよ。ああ、はい。なんか知って、はい。花油千右衛門時貞のちのさんですよね。よう知ってますね。昔ちょっと1年ぐらい名乗ったことありますけど、その名前。何かご相談があるというふうに伺ったの。ああ、ご相談もあります。はいはい。そうですか。はい、ちょっと相談乗ってもらえたこともあるんですよ。まあちょっとじゃあ一旦止めますね。はい。なんすか。相方の町浦ピンクさんです。おはようございます。町浦ピンクさん。山下です。はいはいはい。山下ピンク。コンビで。山下ピンク。はい。あ、なるほど。はい。ちょっとすいません。はい。誰がわかんねん。おい。聞こえとんねん。いや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 。いた遅いねん。まあ、でもはい、お申し込みがいただいてるので、はい、これもロールのスロイスさんです、ね。いや、これすごい、すごいっすね、これ。あ、落ちましたよ。うわ。演技悪い。僕のせいじゃないですよ、これ。演技が悪いですね、あなた。しかし、これなんすか、こう見てください。ファントムですか、これなんすか、こうなってますよ、これ。あ、それもオープニングで私やりました。やったんかい。もう乗りましょう。なんでやねん。本当にもう今もう、誰中の誰やねんになってるんで。誰中の誰やねん。もう乗りましょう。失礼な。どうもご乗車ありがとうございます。いやいや。スーパーカータクシーでございます。改めまして、箱部進と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。改めてちょっと自己紹介といいますか、はいはい、よろしいですか。あ、どうも、山下と町浦ピンクで山下ピンクと申します。よろしくお願いします。山下さん、あれですか、今、はいはい、緊張なさってますね。今声震えてましたけど。いや、緊張しますよ、そら。いや、どうしてですか、あなた。いや、箱部さん見てますから、その YouTube で。あ、見ていただいて、芸者のご注文を入れていただいたということでよろしいですか。いや、そういうことですよ。はい。あ、と言いますか、山下ピンクさんということでよろしいですね。あ、そういうことですよ、はい、コンビ名は。コンビで。で、ちなみに、行き先の方を言ってもらわないと、私、どこ行っていいか分かんないですけど、はい、今、走らしてますけども。行き先、じゃあ、渋谷の方に行ってもらっていいですか。渋谷の方にですね。はい。
ちょっと怖いですね。なんでですか？このロールスのスロイスさんで渋谷ってこなんか怖いですね。いや大丈夫ですよ、そんな。なんかドキドキするんですよ。いや、運転手さん、新人ですか？もう私長いですよ。あ、長いんですね。もう18からやってますから。いや、長いですね。免許取ってすぐにやってますから。それはもう大ベテランで、そんな怖いとか言ってる場合じゃないでしょ。大ベテランでもないですけどね。え、18からって言うたらもう大ベテランでしょ。私32歳ですけど。いや、若いな。思ったより14年ですね、まだ。え、32歳いや、50は過ぎてると思ってたんです。あ、そうです。あ、老けては見られますね、確かに。あ、そうですか。 32? 私32歳です。あ、若いんですね。そうなりますね。はい、もこみちさんはあの同学年になりますね。ああ、そうですか。もこみちさんと同学年なんですか、老けて見られるのは、まあ、ちょっと言われ慣れてるみたいなとこありますけどね。もう小学生の時に大学生に間違えられるみたいなことありました。身長、まず身長、身長はもう小学生の時にもう170ありましたけど。いや、成長早いな。あ、そう、ピタッと止まっちゃったんですけど、ね、止まっちゃって小学生止まりました。早いな、止まんのも。バスケやればいいんじゃないかって言われてたんですけどね、バスケはやらなかったんで、身長もピタッと止まってしまいました。1ミリも伸びなかったです、そっから。その小学校で。来たんですね。今ちょっと縮んで168しかないですけどね。縮んじゃった、縮んじゃったんですよね、小学生で止まって。あるんです、そういう。なんかね、箱部さんの話もええわ。あ、そうですよね、すいません、すいません。ずっと箱部さんの話。あ、違うんです、伺った話ではね、M1 出場されたみたいなこと聞いたんですけど。いや、そうなんです。はい、私 M1 は毎年見させていただいてるんですけども、お見かけをしたことがないんですね。すいません、ちょっとね、僕ら M1 のそのファイナリスト向けで頑張ってたんですけど、まあちょっと残念ながら、3回戦でちょっと敗退してしまったんです。負けちゃいました。敗退した人間が M1 出場なんて。のたまっていいんですか？のたまってて口悪いですね。いや、だから、いや、出場はしてますから、一応。まあまあ、予選も、まあ、出場になるんですかね。まあ、そうですね。M1 の予選に出場っていう。エントリー代を払ってエントリーしたという。そうです。だから、エントリー代を払ってるんで。ただのど素人と同じってことですね。いや、違うの。いや、だから、3回戦も行ってますし。でも、3回戦まで行く。3回戦の次が、あれなんで準々決勝。準々決勝、はい、正直3回戦来れてるアマチュアの方はいなかったと思いますね。そうなんですか。確かに、確か、はい、多分いなかったと思いますよ。いや、花油さんなんかは。花油さんって、いや、詳しいですね、箱別。なんでそんな知ってんすか、それ。1年間ぐらいしか治ったらないですよ。あ、かぶってましたよ、何かと。ダウンタウンの松本さんに、芸名つけろって言われて、で、花油千右衛門時貞って言われて、はい、まあ、後のやでって言われて、いや、じゃあ今いつな、僕誰なんですかみたいな、そういう話をしてたんですよ。そういうんで、ほんまにつけろってなって、それで、1年間ぐらいそれを名乗ってたんですよ。そうなんですね。はい、なぜ辞められたんですか、それは。浸透しなかったというのと、あと長いんで、迷惑はかかるんですよね、ちょっと。迷惑が。だからその楽屋口とかに名前書くじゃないですか、タレントさんの。花油だけにすればよかったんじゃないですか。いや、そうなんですけど、なんかスタッフさんがなんかその気使ってくれて、全部書いてくれるんですよ。後のまで。後のまで。パソコンで多分書いてるんでしょうけど。パーソナルコンピューターでね。いや、パソコンね。フルで言わんでいいですけど、それが長すぎて、もう。かぶってますよ、音声と。車の音声、あなた必ず車の音声と被りますね。いや、なんか連動してるんですか。いや、相性悪いですね、車の音声。でも花油さんはあれですよね、昔、ま、別のコンビもやられてましたもんね。花油さんで進行していくんですね。ジャリズムというコンビで。ジャリズムはなんか聞いたことがありますね。はい、あ、本当ですか。はい、世界の鍋やつさんですか。そうです、そうです、そうです。世界の、ま、世界の今は桂サンドさんですよね。いや、詳しいですね。なんかね、落語の新人賞取ったりなんか。詳しいな。
ウィキペディアみたいに入ってますやんか。あの方は素晴らしい才能、そのジャリズムさんですか。そうです。大阪でね、千原兄弟と人気を二分にするぐらい、すごい、なんかすごい若手が出てきたぞっつって。はいはいはい、はい。でも、はい、ね、全ての、才能が、はい、ね、渡辺さんの方にあったので。いや、それはそんなことはないですけどね。花油さんはなんか本当金魚の糞の、誰が金魚の糞や、裏みたいな存在でしたもんね。金魚の糞の裏、ね、ピンクさんなんかは、はい、ありがとうございます。何ピンクさんでよろしいですか。そうですね、町の裏がピンクで、町裏ピンクという名前で。町の裏がピンクと、はい、やっておりまして。どういう風なことでそういう名前になられたんですか。あ、そうですね、もともとがコンビだったんですよ、僕も。で、裏ブラウンというコンビでして、裏ブラウン、それが解散して、で、まあ、裏だけ残そうと、ちょっとコンビをちょっとなんかこう引き継いでじゃないですけど、裏残して、ほんでブラウンをちょっと自分から一番遠い色にしてピンクにしたんですね。なるほどね。で、裏ピンクで活動するわけにはちょっといかなかったんで、マッチ裏っていう感じで、ちょっと名字みたいな感じにしたという。なるほど、そういう、はい、そういう経緯があられたんですね。はい、そうなんですよ。どうしてこの、はい、才能のない、ごめんなさい、この花油さんとそのコンビを、はい、コンビを組むみたいなことになったんですか。ですね、急にもう本当突然、ツイッターでのダイレクトメッセージを。ダイレクトメッセージ、はい、僕の方です。僕がダイレクトメッセージでピンクさんに送って、ちょっとこう M1 挑戦したんやけど、やってもらえませんか、はい、っていう。もともとのお知り合いではなかったんですか。全く面識もなかったんですよ。存在は知ってましたけど、その顔を合わせたことなかったんですけど、ちょっともう僕がいろいろ YouTube とかいろいろテレビとか見せてもらって、で、面白いなと思って組みたいなと思って、はい、そういう気持ち悪くなかったですか、ピンクさんなんか急に。確かに ね、 急にね、よくわからないおじさんからそういうなんかメッセージって怖いですよね。いやいや、よくわからなくはなかったね。やっぱりこう、もともと見てて、ジャリズムさんっていうすごい方に。すごいのは渡辺さん。いや、もういいんですよ。の方ですけどね。あ、そうなんですね。そうなんですね。それでやっぱり僕もやっぱ嬉しくて、で、自分自身もまあピン芸人なんですけど、R1 グランプリもちょっと芸歴制限で出れなくなっちゃってたりしてて、誰かとこうやらなきゃいけないっていう時 で、まさか山下さんに声をかけていただけるとは面識ない状態。嬉しかったんですね。そうです、嬉しかったですね。で、やっぱ2つ返事で答えるわけにもいかず、これはちょっとびっくりしたんで、ちょっと、ま、結婚してるんですけど、嫁ともちょっと相談しまして、どうせこれはもうそのまま乗っかって、ちょっと怖い気持ちもあるじゃないですか。もう気持ち悪いですよね。でも気持ち悪いというか。怖かったんですか。ちょっと気持ち悪い。気持ち悪くはないやろ別に。で、台本も書いてくれたんですよ。添付してくれてはって。台本、あ、はい。花油さんそんな能力あったんですね。いや、まあその台本言ってもピンクさんの漫談のネタを漫才にこう直して書いた台本です。ああ、人のネタをやった。人のネタっていうかピンクさんのネタね。そういうこと。あ、だ、自分で考えてねえんだ。てめえって言うな。あ、ごめん、失礼しました。で、まあ、そこまでしていただいてて、まあ、丁寧にやっていただいてて、これはちょっと乗っからしてもらおうということで、コンビをね、組ましてもらって、ちょっとユニットでもうやらせてもらいました。そうなんですね。ちなみに今この座った状態でなんかできたりするもんですか。ちょっとしたなんかネタですか。いや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 、ネタやらせてもらえるなら。あ、どうどう、それはやっぱりね、見てみたいですね。いや、でも聞いてなかったからちょっとドキドキしてますけど。ドキドキしてる。しかもあんまり聞いてなかったんで、ネタやるとかそんな聞いてなかったんで。あ、それそんなこと言わないですよ。言わないですよっていうか、はい、でも久しくちょっとやってないんで、ちょっとおかしなあれになるかもしれない。あ、どうも、山下とピンクで、山下ピンクと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーね、こうやってね、まあ、ちょっと怖い感じの2人のね、この顔なんですけれども、こう見えても女芸人ですからね。どこがやねん、どこがやねん、本当に。入ってこなくていいんですよ。はい、何ですか。いや、今漫才やってるんですよ。はい、だから、ハグマさん入ってこられたら、やっぱりトリオみたいになるから。トリオになってる。女性だって言うんですよ。そんなわけない。そんなわけないって僕は言ったんですよ。僕はもう、そんなわけないやろって言った後に、もう一回言われると、ちょっとこう。僕、私もそんなわけない。いやいや、なんか、いや、思っといてくれたらいい。見間違いかなと思って。違う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 。こんな太った、坊主の女の子
いないですから、はい、ちょっと思ってくれてたらいいんですよ。立ちの悪いお客さんみたいなってたんで、ちょっと口、失礼します、勘弁、はい、すいません、じゃあお願いします、どうぞ、いや、そんなわけないやんか、それ、すいません、いや、おかしいやん、あのね、僕はちょっと言わなあかんことがありまして、どうしたんですか。来月ちょっとですね、ミュージカル決まった。ええー、すごいじゃないですか。ハコベさん、ミュージカル決まった。失礼ですけど、その体型でミュージカルってなかなかね、あれですけどね。ハコベさん、はいはい、今漫才やってるんですよ。はいはいはい、ハコベさん、漫才見たことあります？漫才も大好きですよ。M1 も見てるとか。 M1 も毎年も必ず見ますね。だいたい2人でやってますよね。漫才ですからね。いや、漫才ってだいたい2人でやってますよね。はい、入ってこられるとややこしいんです。聞き手になってもらいたいんですよ。そうですよね。なんか関係ない人が入ってきたら、それってなんかそれはもう辛いですね。辛いですよ。うん、そう、入ってこられたら辛いですね。辛いですよ。お願いします、どうぞ。はい、いいですか。どうぞ。はい、いや、ほんでね、いや、そのミュージカルでもすごいやんか。しかもね、主役が。主役？はい。いやいや、ちょっと待ってよ、そのピンクさんが主役のミュージカルってどんなミュージカルか。アニーや、嘘つけよ、お前。アニーに出られるんですか？いやいやいや、違うんすよ。アニーに主役って、こんな大きなアニー。いやいや、だからでも面白いかもしれませんね。違う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 、この坊主頭の巨漢のアニーなんて出てきたら、私ももうそんなのもう笑っちゃう。受けてんな。結果受けたからええけど。いや、結果受けてくれたんでいいですけどね。笑うまでうるさかったんですね。いや、うるさかったけど、その感じのネタで3回戦まで行かれたと。そうですね、はい、はい、素晴らしいじゃないですか。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、っていうか、あの花油さん、なんかご相談があるというふうにね。ああ、はい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 、そうなんですよ。ちょっとね、あの箱部さんもお笑いに詳しいって聞いたんで、3回戦までね、行ったんですけど、ちょっと2回戦終わったところで事件がありまして。事件があった？はい、大体その M1 の戦とかでも密着みたいなのがつくんですよ。あの、スタッフさんがインタビューみたいなしてくれるんですよ。ありますよね、はい、見ますよ、見ます。2回戦のネタ終わった後に、今日はどうでしたかみたいな。いやいや、もう次ももう頑張って、んで、もう、まあ、もしかしたら無理やったとしても、来年もちょっと やりたいですねって普通に答えたんですよ。あ、2回戦の途中で？途中ですよ、また2回戦の結果も出てない時です。ほんで、あのそのスタッフさんが、ピンクさんはどうなんですかみたいな。当然ピンクさんも、じゃあ僕ももちろんみたいなこと言うと思ったら、ゴニョゴニョ言い出したんですよ。ゴニョゴニョ、はい、なんか、いや、まあ今ここではちょっとゴニョゴニョっておっしゃったんですよ。ゴニョゴニョとは言うてないですけど、はい、まあ例えですけど、例え、なんかその、口ごもった、口ごもったというで、まあまあここではいいじゃないですかみたいな、なんか、いやいや、なんでその口ごもってんのと、だからその、来年やる気があるんやったらやりますでいいじゃないですかって僕言うたんですよ。いや、そんな、いや、ここではちょっと、ここではちょっとって言わないんですよ。ここではちょっと密着のそのカメラが回ってるのに、回ってるとこではみたいな。いや、もうそれやる気ないやないかいってなって、来年、そういうことですかって聞いたら、いや、そうなんですって言われて、ってなって、あ、もうコンビを解散されるということ。そうなんです。しかもまだ2回戦の結果も出てない時ですよ。そうですね。それは不思議ですよね。そうなんですよ。なんでってなって。大会が終わってね、負けてしまったからというのならば、はい、ちょっと分かったりもするんですけど。そうなんですよ。もうとその2回戦の途中で、すでに来年やらへんことを決めてたっていうのが発覚したんですよ。どう？早ない。判断早ないってなって。確かにそうですか。山下本気うどん。ありましたね。いやいや、そういうことなんですよ。これはあのピンクさん、どういうことなんですか？いや、やっぱそのやっぱ YouTube とかそういう動画に残るインタビューだったものですから、そのちょっとまあ自分の中でも思うところが、思うところというか、その、来年もやるかってことに関しては、まあこんなん聞かれんねんなっていう、ちょっと不意つかれちゃいまして、でやりますっていうのは答えれなかったんです。まあ、残っちゃうので、確か、ね、はい、でも失礼やとは分かりながらもちょっと口ごもっちゃったんですよね。口ごもっちゃった。で、まあ、それでちょっと、はい、2回戦の途中ではあるんですけれども、ちょっとそういうことになっちゃって、どうしてその、はい、解散というか、そのお気持ちになられたんですか？あ、そうですね、やっぱこうちょっと自分自身、漫才もちょっとやってた時期があるんですけれども、ちょっとやっぱ気使って、あんまりこう一人が向くなというのを改めてちょっと、
まあ、結果も出てないんですけれども、一人では。でも、ちょっとそれ思っちゃったんですよね。やっぱちょっと。花油さんのことがちょっと、なんか性格がどうとかそういうことではなくてですか？でもこの際ですから正直に言った方がいいと思いますよ。それもね、僕ね、その、その撮影。ピンクさんに聞いてるんですね、今。ありがとうございます。ちょっと黙っててもらってよろしいですか？はい、本当の気持ちは今こういう場で言っといた方がいいかもしれませんけどね。いや、まあ基本的にはその漫才というものをじゃなく、一人でやろうっていうところが強いんですけれども、で山下さんの方からも、そんなわけがないと言われまして、そんなわけがない、僕俺のことが嫌いになったんだろうという、あ、ご本人もそういうふうに言われたんですよ、やっぱそう思われたみたいで、でまあないこともなかったんです。あったよね、やっぱり一応ね、ちょっとはやっぱりあったんですよ、その山下さんも、まあなんか、まあ、誕生日を迎えられたんですよ山下さんが、その時僕一応本当お金ないんですけども、珍しい外国のね、普段コーラが好きでらっしゃるので、コーラが好きなんですか？コーラ結構打ち合わせの時よく飲んでたんですよ。よく飲むんです、ちょっと珍しい外国のコーラを3本ぐらい瓶で、お、素敵じゃないですか、はい、お渡ししたら、なんか渡した時反応がうんぐらいの感じあって、その後もなんか感想も何も言ってくれないんで、そういうとこかなと。いやいやいや、それはだからありがとう言うたやんか。ちゃんと、あ、もちろん そこではね言っていただいて、なんかそのこれね珍しいやつで美味しくないんですよこれって言われて、いや美味しくないんかいと思って、なんか美味しくないみたいなレビューが書いてあったんで、まあ美味しくないんですけどみたいな、ちょっと照れながら渡して、それ以降やっぱこう味がどうやったとかのあれもないんで、いや美味しくないやから飲んでないですよ。飲んでない、飲んでないです。美味しくないって言われたらさ、飲む気がちょっとあんまりね、失せるじゃないですか。あの私もね、あの宮迫さんっていうあの山下ね、花村さんの先輩の方から聞いてますけど、あのクソみたいなやつだぞっつって。いやいや、そうですか。誰がクソみたいなやつだぞっていうのは。あ、そうですか。伺っておりますのでね、そんなこと長い付き合いですからね、宮坂さん。多分仲がいいんですよね。いや仲がいいですよ、はい、もう30年近くの付き合いですから。仲がいいというか、その山下本気うどんですか、はい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 、それのなんかのうどん屋やってます、うどん屋をやりたいと、はいはいはい、やりたいのお金がねえと、はいはいはい、いうふうに言われたらしくて、はい、じゃあど金貸してやるよと、はいはい、宮迫さんね、もう無利子無担保でね、うわ500万円貸したんだ、わそうなんですよ、500万貸していただいて、すごいですね、それは、うん、それを後にね、はい、奥さんに伝えたところ、はいはい、なんであんなやつにそんな金貸すんだと。奥さんも口悪いな。ほんまにそんなこと言うてないでしょ。宮迫さんの奥さんはですね、はい、あの山下さんのことが大嫌いなんですね。なんか噂に聞きました、なんかそうなんですよね。いや嫌われてるんですよ、もう25年前にマリオカートでね対決してね、なんか奥さん負けたらしいんですけど、その時に見たかって、もう負けるかお前みたいなもんにみたいなノリをされたみたいで、それがもう一生許せないっていうのは、ね、それを確かに僕はね、ざまみろみたいな感じで腹立つ感じでやりましたよ。先輩の奥さんにそんなこともありえないですけどね。失礼なことしたら分かりますけど、それ25年経った今も許してもらえないって罪重ないですか。懲役70年って言ってました。70年まだ、まだ全然ですよ。半分も言ってないやん。その、ね、500万円無利子無担保で貸したんですけどね、はい、はい、なんかそれはまあ返してはくれたんですけど、そのまんまのお金をね、はい、あの頑張って、やっぱりね美味しい おうどん屋さんですからね、はい、いや美味しいですね、2年で返しました。2年で返してくれたんですけどね、そのうちに何かあるかなと思ったら、はい、その宮迫さんの誕生日の時になんかね、グッチのキャリーバッグ、いやあれも30-40万ぐらいするんですよ、はあはあ、グッチのキャリーバッグですから。でも500万無利子無担保って本来借りれませんからね、はい、まあでそれをポーンとくれてね、はい、ね、これでええやろ的な感じだったからね。そんなことなんですよ、感謝と、あとまあやっぱ先輩なんで、やっぱお金を渡すのはちょっとね、うん、やらしいじゃないですか。だから物がいいかなっていうので、うん、いやそれはそうなんですけども、うん、もうそろそろ着きますけどね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あの箱部さん、ええ、実はですね、そう渋谷に来てもらったのは、渋谷にもう1店舗、山下本気うどんができるんですよ。渋谷にですか？はい、来年2月に
すごいじゃないですか。しかもですね、その場所が、もうセンター街の入り口のとこ、だからあのツタヤのあのビルあるじゃないですか。もうそこの隣なんです。すごいじゃないですか。いや、そうなんですよ。それちょっと一回見に行ってもらっていいですか。なんでですか。いや、どういう感じで、ちゃんとその建設予定地みたいな感じで、看板とかもあるんで、あのその完成予想図みたいなのもあるんで、そうなんですね。ちょっと見ていただきたいなっていう。なんでですか。いや、なんでですかじゃなしに、そのここにできますよ。私あの運転手ですか、何も関係ありませんけどね。いや、運転手さんなんですけど、でも興味あるでしょ、山下本気うどんがこんなとこにできるっていうね。ないですけどね。いや、あるやろ。ある。いや、本当にないですけどね。違う。何ですか。箱部さん、大体わかるでしょ。あの、宣伝したいんですよ。なんか最低な人ですね。なんかいろいろと。なんすか、最低。なんかね、宣伝の。引っ張り回されて。そうですよね。本気うどんの話になったから。そのために、その、もう今、元相方さんでよろしいんですか。元相方でいいです。はい、元相方です。もうわざわざ、はい、巻き込んで。いやいやいや、だから。私、運べも巻き込んで。巻き込んでというか、まあ、最低で。だからじゃないですか。あの、彼女にバンバン振られていくのは。いや、関係ないでしょ。一旦これ到着とさせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと あっこはやっぱりセンター街なんでね、あの行きづらいっていうところがあるんで、まあここで置いて、で、あの歩いていきましょう。はい。ここです。ここに山下本気うどんができます。すごいですね。すごい。なんかテンション低いです。いや、すごくないですか。すごいですね。もう一個すごいことあるんですか。こういう感じでこれ完成予想図なんですけど、一時あの新宿に 3D のこの猫、巨大な猫が ありましたね。生きてるみたいな、これどうなってんねんって話題になったやつ、それをうちでもやるんですよ。これがそうです、これ、人間バージョンで。すごいですね。いや、すごい思ってます。もうちょっと驚いてください。私あの運転手ですからね、タクシーの。ああ関係ねえなと思って。関係ねえなんですよ。それにしてもリアクション薄いんですよ。あのこの白い明太子チーズうどんっていうのがすごい若い子の人気で、はい、だから渋谷のこういう風に遊びに来てる女の子がもう大好きな。別に甘くないんですよ、このクリームは。その生クリームっていう感じで、カルボナーラみたいな。ガッツリ宣伝すんなてめえ。おい、誰のチャンネルだと思ってんだよ。ガッツリ宣伝すんなてめえ、この野郎。おい、すみません。おい、こら、ちょっとやめてください。よくごめんなさい。ふざけんなよ、この野郎。すみません、山下。やってんすか。人気なんですよ、とにかく。まあでも皆さん、はい、本当に美味しいおうどん屋さんですので、はい、ぜひあの渋谷に来る際はご来店ください、はい、ありがとうございます。あのその前にですね、牛宮城という焼き肉屋さんがありまして、てめえの宣伝してんじゃねえか、この野郎。やっていいんだよ、お前。俺のチャンネルなんだよ、バカ野郎。焼肉食べて、あの楽しんで、はい、最後の締めで、はいはい、山下本気ありがとうございます。やっていただける皆さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、あの、はい、本日はどうもありがとうございます。ピンクさんもなんかビンビンになられても頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あの、すいません、二度と呼ぶんじゃねえぞ。なんでなんすか。仕事でしょ、運ぶのが。終わりです。ありがとうございました。